ゴットフリート・フォンクラムはドイツハノーファー出身の男子テニス選手。ドイツが生んだ戦前最大の男子選手であり、1930年代の男子テニス界に君臨した名選手の一人である。1934年と1936年の全仏選手権で2勝を挙げたが、ウィンブルドン選手権では1935年から1937年まで3年連続の 準優勝に終わった。ドイツの男爵と呼ばれたフォンクラムは身長1 8 3トルの長身と金髪に青緑色の目をした高貴な顔立ちで貴族的な雰囲気を漂わせていた。フォンクラムは1932年から男子テニス国別対抗戦デビスカップドイツ代表選手となり彼の時代にドイツチームは最初の黄金期を迎えた。 1934年の全仏選手権でフォンクラムは決勝でオーストラリアのジャック・クルフォードを6から4、7から9、3から6、7から5、6から3のフルセットで破り4大大会初優勝を達成し、以後1936年まで全仏選手権に3年連続決勝進出を果たす。1935年と1936年の2年連続で フォンクラムは全仏選手権とウィンブルドン選手権の2大会連続でイギリスのフレッド・ペリーと決勝対決をした。1935年全仏選手権の決勝でペリーに3から6、6から3、1から6、3から6で敗れたフォンクラムは続くウィンブルドン選手権決勝でも2から6、4から6、4から6で敗れてしまう。 1936年の全仏選手権ではフォンクラムが勝ち2年ぶり2度目の優勝を果たすがウィンブルドン選手権では2年連続でペリーに1から6、1から6、0から6のストレートで完敗した2度目の決勝戦はペリーからわずか2ゲームしか奪えない惨敗に終わったフレッド・ペリーがプロテニス選手に転向した後はアメリカのドンバッジがフォンクラムのライバルとなった バッチは、フォンクラムについて、興味深い回想の言葉を多く残している。1937年のウィンブルドン、選手権決勝では、フォンクラムはバッチに3から6、4から6、2から6のストレートで敗れ、同選手権で3年連続の準優勝に終わった。続いて、全米選手権でも、初めての決勝に進出したが、ウィンブルドンに続いて、バッチに1から6、9から7、 1>, 1から6、6から3、1から6で連敗している。この年はダブルスで6歳年下の後輩選手、ヘンナー・ヘンケルトペアを組み、全仏選手権と全米選手権の男子ダブルス部門で年間2冠を獲得した。同じく1937年に、フォンクラムはヘンケルと2人の女子選手と共に日本を訪れた。ドイツ選手の一行は、大阪、東京、 名古屋の3会場で日独対抗戦に出場し、甲子園コートで開かれた全日本テニス選手権にも出場した。当時の日本のエースだった山岸二郎が2人の挑戦を受けたが、フォンクラムは全日本選手権の決勝でシングルスダブルスともに山岸を破って優勝した。山岸とフォンクラムはこの年にウィンブルドン選手権の3回戦でも対戦していた。 フォンクラムとヘンケルは1938年の全豪選手権男子ダブルスにも出場し、地元オーストラリアのエイドリアン・クリストジョン・ブロムウィッチ組との決勝まで進出した。ところが、1938年からフォンクラムの人生に大きな波乱が待ち受ける。アドルフ・ヒトラー率いるナチス政権が台頭する中、フォンクラムはナチズム用語を拒否したことと同性愛により、 ゲシュタポに逮捕された。前年に離婚した妻がユダヤ系銀行家の孫であった上に愛人もユダヤ人だった。1年間収監される。その間、他国のテニス選手たちが釈放弾丸書をドイツに送った。戦時中のフォンクラムはロシア戦線の英雄であった。ナチス政権の崩壊により終戦後に自由のみとなったフォンクラムは 1951年に14年ぶりにデビスカップのドイツ代表選手に復帰する。44歳を迎える1953年まで代表選手を務めたフォンクラムは出敗でドイツチーム最多記録となる82勝19敗の記録を残した。その後は1955年に長年の友人だったアメリカの大富豪バーバラ・ハットンと結婚し社交界に話題を振りまいた。 ベルリンにあるローンテニスクラブロートバイスの会長などを務める。1976年11月9日、ゴットフリードフォンクラムはエジプトの首都カイロ近郊にて自動車事故のため67歳で死去した。翌1977年に国際テニス殿堂入りを果たしている。ゴットフリードフォンクラム、ウェルツピツエンポラー・ウント・フロイント・ウィスパンスタインズ。ありがとうございます。